こんにちは、シーバードです。今回はボスのデジタルピッチシフターディレイ PS2 とスーパーシフター PS5 をご紹介させていただきます。この PS2 はですね、ボスのピッチシフターの中でも一番古い初代ピッチシフターになります。昔はですね、このピッチシフターとディレイが一緒になっているということで、結構ねお得な感じがしていたエフェクターです。モードが6つに分かれていて、1から3がディレイになっております。1がショートディレイで、2がまあミディアム系で、3がロングディレイというふうになっておりまして、4、5、6がピッチシフトになっております。4がマニュアル、5が1オクターブ上、6が1オクターブ下でユニゾンしてくれる機能になっておりますが、まあマニュアルはね結構難しいです。ここでですね、手動でピッチを調整すると、ちょっと使った感じだとね、なかなか大変だったなというふうなイメージです。そして右側が PS5、スーパーシフターですね。これは PS2 からかなり機能が増えております。PS2 の後にですね、PS3 があって、その後発で PS5 が発売されたんですけれども、かなり進化しております。機能面がですね、全然違いますね。ピッチシフト、ハーモニストがあって、ディチューンが独立しております。このディチューンがですね、かなり優しい感じで、個人的には相当気に入りました。そしてそのお隣が T アーム、トレモロアームですね。アーミングをこのペダルでやると、非常に面白い機能だと思います。そしてその隣がフラッターですね。これはですね、まあ俗に言うクリケット奏法、トレモロ付きのギターでうにょうにょっていう風な感じでやる飛び道具的な音をですね、フットでできるという風な機能になっております。そしてお隣を見てください。ローランド EV5 エクスプレッションペダルですね。 PS5 はこれを使用することが可能になっています。ここですね、ここにエクスプレッションペダルを挿して、何ができるかというと、まあいわゆるですね、ワーミー機能ですね。デジテックのワーミーの機能をこのスーパーシフターでできるというふうになっております。非常にですね多機能になっていて、かなり遊べるエフェクターでした。ではでは早速音を聞いていただきます。
ー